アントニー・バノフズ・ドラブコフは、ブルガリアの元サッカー選手、現サッカー指導者、元ブルガリア代表。1984年に、レフスキ・ソフィアに加入すると1984から85シーズンに、早速、ブルガリアプロサッカーリーグを制覇。1986から87シーズンには、ブルガリアカップを制覇した。その後、 PFC ロコモティフソフィアに移籍したがあまり振るわず FC アントラガブロボに移籍したブルガリア人民共和国が崩壊すると海外に活路を求めてポルトガルに渡った CS マリティモに加入したものの、うまくいかず CD ナショナルスポルトベンフィカエカステロブランコとクラブを変えていったがやはり活躍はできなかった1993年にブルガリアに帰国し ロコモティフソフィアに再加入。その後も2部以下のクラブを転々とし、2000年末に36歳で引退した。キャリアの初期である1986年から1989年にかけてブルガリア代表として3試合に出場した。選手引退から数年して指導者となった。PFC チャブダルビアラスラティナで監督としてのキャリアを始めた。 翌2006年に FC カリアグラ・カバルナに移籍、ベリスラフ・ブツオフの下でアシスタントコーチとなり、2007から08シーズンのブルガリアカップ準決勝進出という快挙を成し遂げた。リーグでも2位にまで押し上げる、好成績を残した。その後一時期監督も務めたが、レフスキー・ソフィアからゲオルギー・イバノフの下でアシスタントコーチの仕事を依頼され移籍。とってもイバノフは当時、 UEFA のライセンスを保有していなかったため、名義上は、ズドラブコフが監督を務めた時期もあった。この二人のタックでクラブはリーグを3位で終え、UEFA ヨーロッパリーグへの出場権を獲得した。その後、ヤーセンペトロフが監督に就任したため退任となった。その後、カリアグラに復帰したが、この時にはすでに一部に昇格していた。 2010から11シーズンを12位で終えて一部に残留したが、この結果に不満を抱かれ、解任、後任は、アダルベルト・ザフィロフとなった。そして再びレフスキ・ソフィアで、イバノフのアシスタントを務め、2011年12月に、パフック・ボテフ・ブラザの監督に就任。2013年4月7日の PFC ・クスカ、ソフィア戦では審判の判定に抗議、審判に対して、 レッドカードを提示したため退場及び一試合の禁止処分となった。2013年にレフスキソフィアで監督に就任するが、翌2014年3月19日のブルガリアカップ、準決勝で敗北し辞任同年10月にブルガリアユマイナス21代表監督に就任した。ありがとうございます。